さあマリサ、今日も動画を撮ろうよ。お、珍しくやる気があるじゃん。実は働く人たちを描いた漫画を見てね、働く意欲が湧いてきたわけよ。ん？今日から私はバリバリ働いて動画を撮ってみんなの笑顔を見たいんだ。ああ、これ多分明日ダメになるタイプだ。じゃあまあとりあえず動画撮るか。よっしゃー燃えるぜー。ねえマリサ、帰ってゲームしていい？せめて一日も足してくれ。お昼食べたらなんでこんなにやる気なくなるんだろうね。お前があんなに食ったからだろ。まあまあ明日できることは明日やればいいさ。今すぐやれよ。もういい、私は買い物行ってくる。ああ、行ってらー。ちょっと買ってきて欲しいものがあるんだけど。自分で買ってこいよ。まあまあついでだからいいじゃない。それで何を買ってきて欲しいんだ？ T シャツと大学芋。なんじゃその組み合わせは。甘いものが欲しくて。T シャツは何なんだよ。限定 T シャツが欲しくて。自分で買いに行けよ。まあついでだし。たく、今は何でも揃ってる総合スーパーとかがあるからいいが、これが衣料品が主なとあるスーパーだったら大変だぞ。え、スーパーなのに衣料品ばっかなの？なんか気になるから教えて教えて。いや私はこれから買い物しに。教えてくれたら亀田製菓のザラメせんべいをあげると思ったが解説してあげよう。よし。ということで今回解説する企業は、長崎屋だ。めっちゃ懐かしいなぁ。年齢バレるぞ。あ、もともと長崎屋は江戸時代に神奈川県大磯の旅籠に行き当たるんだが、そんな歴史ある企業だったのか。しかし明治になると旅籠が廃止されていつしか綿屋を始めたそうだ。綿屋ってもしかして綿菓子？布団とかに使う綿だ。ああ、そっちか。それで長崎屋を実質創業したのが岩田幸八。幸八くんね。親戚のおばちゃんか。幸八は1922年6月に神奈川県茅ヶ崎で誕生。父親は布団屋長崎屋を営んでいた。サザンの魂を持ってそう。茅ヶ崎だからって安直すぎるわ。生まれた翌年に関東大震災で長崎屋が全壊。いきなりハードモードすぎる。それで一時期仕出し弁当とかもやったようだ。急に弁当？とにかくまずは飯からだからな。腹が減ってはなんとやらだな。その後幸八は成長するんだが、ガキ大将になっちゃうパターンかな。絵本が好きで2階の窓から人や車をじっと見下ろしていた静かな少年だったそうだ。完全に草食男子じゃん。さらに成長して家の仕事の手伝いをし始めて商業学校に入学。ということは父親の仕事を継ぐ感じかな。しかしある時幸八は、商売は嫌だ、もっと頭を使った汚れない品のいい仕事をしたい。いつの時代もこういう若者がいるんだな。それで高等学校への入学を決意するんだが2年浪人しても合格しなかった。このままだと弁蔵さんコースじゃん。結局軍隊に行くことになって過酷な生活を送ることになる。ハートマン軍曹みたいなのに絞られるのか。終戦後実家に戻るんだが、なんとか生き延びたのか辛かっただろうな。軍隊に入った時より10キロぐらい太ってて軍服のボタンが弾けそうだったらしい。なんでそうなるの？その後無気力で何もやる気がなかったようだ。それでこの話は終了と。まだ長崎屋が出てきてないだろ。だんだんと仕事を手伝うようになり復縁して1ヶ月経つと、父ちゃん、結婚したいんで誰かお願いします。軽すぎるわ。それで軍服姿で見合い写真を撮って自転車で仲人になりそうな人にお願いして回った。アナログすぎる。それで町議会議員の娘と結婚。それで結婚できたのか。ウプ主もやったら？だったらマッチングアプリ使うわ。その後幸八は商売を始めた。何するの？かき氷屋だ。確かにそれなら大した技術も元でもいらないな。平塚にバラックで15坪の店オアシスを開業した。儲かったの？当時は甘いものに飢えていたので飛ぶように売れたらしい。戦後は物がなかったからな。でも夏が終わったらどうするの？喫茶店に変えた。変態店舗か。変態って言うな。それで夏がやってきてまた再びかき氷屋を再開しようとすると、近くの店にアイスキャンディーの機械が導入された。ライバル店が来たのか。それで父親にお願いして機械を売ってもらったりして布団屋のお金を回してもらって冷凍機を購入した。なんつう息子だ。徹夜で仕込んでいろんなところに販売してアイスキャンディーは売れたらしい。それで失敗したら父親にぶん殴られそう。だけどだんだんと周りのものの品質が高くなってきて自分たちの商品に限界を感じた。だったら自分たちがレベルアップするしかないのでは？しかも効率的に稼げないと感じた。じゃあどうするのさ。売り場を倍にすれば倍売れる。3倍にすれば3倍売れる。多くの場所で販売して新しいお客のいるところに店を出せば必ず買ってくれる。まあ理論上はそうだけど、そう感じた幸八はオアシスを増築して小さなショーウィンドウを出して呉服売り場、小間物売り場を加えて布団なども販売し始めた。マイクラのような増築の仕方だな。商品を販売し始めてある時傘の行商人が店にやってきた。傘？
試しに3本仕入れて吊るしたらすぐに傘と小物が売れた。よかったですね。それで利益はかき氷60杯分の売り上げだった。ちょっとした商売でそんなに利益が出たの？それで後八は、布団は大きすぎるしかき氷などは小さすぎる、もっとお客が必要なもの買いやすいものを。つまり日用品ってこと？後八は東京の横山町問屋街に行って傘やホロガヤを仕入れて店で販売した。店で販売したらすぐに売れてまた仕入れに行った。仕入れてすぐに売れるってすごいな。メリアス生地シャツスカート帽子などだんだんと品数が増えて売り上げが大きくなった。規模が大きくなったので48年1月に法人化、社名は株式会社長崎屋布団店、後の長崎屋だ。戦後すぐにそこまで大きくなったのか。所在地は平塚のオアシスの場所で、社長は父親の長八、後八が専務だ。あ、後八は社長じゃないんだね。その後また夏が来てアイスキャンディーの販売を始めるんだが、アイスキャンディーはもうやめるわ。お前ついこの間冷凍機買ったばっかじゃないか。この後衣料品が一番売れる秋冬が来るので準備のためにも衣料品に力を入れることにした。今までの主力事業を切り離すのか。これも当たった。この時期になると衣料品の統制が撤廃されて闇市が縮小した。つまり法人化までしている長崎屋にはチャンスじゃん。これでさらに販売が伸びた。そしてある時仕入れ先の問屋から、今日は支払いよ。ということはただ、なわけあるか。支払いは30日でお願いね。つまり掛け取引ができるようになったのか。これは後八にとって景気になった。ただ掛け取引ができるようになっただけでしょ。例えば今までは100万円分仕入れて150万円で販売してそのまま仕入れ代金に使っていた。それだと次は225万円だな。しかし掛け取引だとお金がなくても100万円仕入れて払わなくていいから手元の現金が増えるようになる。これで仕入れ代金に頭を悩ますことがなくなるね。これをどんどんと拡大させてキャッシュを増やして土地の購入を考えたんだ。だからといって土地はリスクが高いのでは？当時は、土地が安くてどこでも空いてて今後は値上がりするから買うなら今しかない。これが後八の考えた回転差資金運用だ。規模を大きくしてキャッシュを増やしていくと。それでまずは平塚の店の隣の土地を買収したんだが想定の4倍かかった。高すぎー。父親からの後押しもあって買収した。父ちゃん勝負師だな。10日で増築を完了。レオパレス並みに早いですね。やめろ。これにより店が一気に拡張できて売り場が増えて仕入れも増やすことができた。後八の判断は間違ってなかったのか。後八は新店舗のオープンを考え始めた。お、ついに新しい店を。場所は駅の真ん前ではなく少し離れたところで、地価がほどほどで将来発展して値上げ幅も大きそうで敷地の買い増しができそうなところ。条件が多すぎませんか？それで選んだのが町田。40坪の店に寝具呉服、紳士婦人服、学生服、ズボン、肌着、これら豊富な種類を集めて50年12月に開店したところ、初日の売り上げは100万円を突破した。すごい売り上げだ。51年に東京の日本橋大伝馬町に進出して本店も移転した。ついに百貨店とかもある日本橋に進出か。ここでは卸問屋を営むことにした。いきなり問屋って大丈夫なの？さらに53年に平塚にあった東映の映画館を買収した。なぜに映画館を？映画業界にも進出するの？小売店にしてライバル店を囲い込む作戦だ。囲い込んでボコボコにするのか。1店だと三越にかなわないが、たくさん作れば勝てるというのが後八の考えだった。つまり戦争は数だということか。さらにこの頃チェーン展開の構想があった。長崎屋の勢いが止まらないなと勢いづいていたところで大伝馬町の店が閉鎖となった。なんでや。最初現金での取引をお願いしたんだが誰も買ってくれなくて、結局掛け取引にした。問屋で全員現金取引ってよっぽど安くしないと厳しいでしょ。それで掛け取引をしたら回収が滞って600万円も未回収に。おいー。さらに弟を責任者にして2年前にオープンした茅ヶ崎店も売上不振で資金繰りが悪化。いやあ、第一関銀から初めて借り入れを実施。後八は12市町海洋が悪化してドクターストップに。終わった。ここで支えたのが奥さん。自身の担当である呉服の売上で長崎屋を支えて社員たちをまとめ上げた。やはり母は強し。経営不安説まで出てきたが店舗を閉鎖して立て直しを図った。果たしてうまくいくのか。50年に町田店をオープンして57年に八王子店、翌年鎌倉、さらに翌年には清水店と1年に1店舗ずつオープンしている。再び成長軌道に乗ったね。61年に10店となり2年後には20店、67年には30店、70年には年間で18店舗オープンさせて合計62店まで増やした。増えすぎー。これは回転差資金の影響が大きかったらしい。
やはり現金は強い。63年に東証2部上場を果たしている。これだけ成長しているんだったら上場できるだろうね。59年に新しい平塚店がオープン。6階に展望台食堂を備えたビルだ。この前まで喫茶店に併設されてた小さな店だったのに、70年頃には店舗の大型化に踏み出してショッピングセンターなども開設した。ついにショッピングセンターまで、もはや百貨店をも超えたな。ところでなぜ長崎屋はこんなに強いんだ？一つは人材、後八は人材を重視していて長い間自ら学校などを回って獲得に動いていた。やはり人は財産だね。幹部候補生には徹底したマンツーマン教育で予算編成を教え込んで在庫の判断や商品回転率を教えた。将来を担う人たちへの教育をしないと継続的に成長できないよね。場所選びは候補地に自ら足を運んで周辺の建物や人の動きを観察して決めた。値段は二の次だったようだ。大量出店してたのに自ら出向いてたの？土地は必ず値上がりする。競争相手が手をつける前に土地を確保して後から店を作ればよい。おう、倍の値段でも躊躇せず購入したそうだ。金に糸目はつけないと。他の強みとして長崎屋が主に扱っている衣料品で名物バイヤーと言われる人たちが何人もいたそうだ。さっきの人材教育の賜物だね。メーカーや問屋が長崎屋の営業担当者に意見を聞きに行っていたそうだ。ご意見番みたいな感じ？張本勲か。他にはプライベートブランド。69年にサンバードというブランドで衣料品の販売を開始。販売量や購買の強さなどを活かして商品企画から販売まで取引先を巻き込んで開発した。最強の商品が出来上がるじゃん。それで70年に厳しい審査を行うことで有名な暮らしの手帳という雑誌で A 評価がついた。外部からも高い評価を受けてるのか。これが長崎屋だ。店舗、商品、人材と隙がなくて今後も長い繁栄が続きそうだな。それで今どうなってるの？一回破綻した。予想できてたわ。あら、わかっちゃったか。ちょいちょいフラグが見え隠れしてたからね。私を舐めるな。一応今でも残ってるんだがな。なんだって。そっちに驚くんかい？一体何があった？それでは経緯を解説する。長崎屋が破綻した原因の一つが多角化だ。もう驚きもしないテンプレの理由だな。だんだんと巨大化していって衣料品に加えて家電と計器金属おもちゃ部門なども創設して大型総合スーパーへと向かった。店舗が大きくなっていろいろと売れるものが増えたからかな。その他にもダイエーマイカル、ヨーカドー、ジャスコなどの総合スーパーが増えていったのもあると思う。ライバルの存在があったのか。その他にも海外展開としてブラジルに進出していた。ブラジルの人と聞こえますか？満足したか？うっす。それにしてもなぜにブラジル、日系人が多いからかな。他には金融や不動産など。まあショッピングセンターやってるし。サンクスって覚えてるか？ああ、あったね。確か今はファミマになったんだよね。あれもともと長崎屋が始めたんだ。マジで？他にはホームセンター、家電量販店、呉服、宝飾、レディス、カジュアル、医療、自動車販売店や、アミューズメント施設、遊園地、フォトサービス、レンタルビデオ、会員制、スポーツクラブなど。多すぎるわ。80年ぐらいからやり始めたやつが多くて、88年に後八から息子の文明に社長を譲ったんだが、その前の82年から息子を委員長とした後の NN 計画委員会という体質改善委員会の計画もあってか、この頃に様々な事業が立ち上がった。若い御曹司が実績を作るために経営に参画して時はバブル、多角化するのもわかる。もう一つあるのは衣料品に力を入れすぎてあるものの進出に遅れた。あるものとは？食品だ。え、スーパーなのに食品がなかったの？56年に食品部を創設して食料品の販売を手掛けてた。なんだやってるんじゃん。時期もあった。はい？今まで医療系しか扱ってなかった社員に突然食料品をやるぞと言ったんだぞ。めっちゃ混乱しそう。まあでも適当に仕入れて販売すればなんとかなるっしょ。それで魚を売ることになって荒巻鮭や海産乾物を販売した。なんでそんなものを。新鮮な魚とか売ればいいじゃん。そもそも冷凍設備がなかったから仕入れた魚はその日にしか売らなきゃいけなくて日持ちするものを並べたらしい。そんな魚屋行きたくねえ。そもそも店は海に近い湘南だぞ。うまい魚が多そうなのに乾物はなえるわ。それで売れ残ったら夜こっそりと魚市場のそばの川に捨てたらしい。相当危険。翌日になって川には魚が浮いてたらしい。大騒ぎになるわ。さすがに大らかな時代でも許されなくて長崎屋の悪評が立ってしまった。江戸時代でも怒られるだろ。それで食料品はテナントとして貸すことにしたんだが、店主が蒸発したりと。はぁ、経営不振で？
店主が博打に熱中しすぎたり店員の使い込みで夜逃げしたりが理由だ。長崎や関係ないじゃん。これらで評判が悪化したり、後八がセルフサービス方式の採用に後ろ向きだったり、利幅が薄いというので食料品を避けてたんだ。そもそもスーパーといえば食料品でしょ？衣料品は季節や景気で変動しやすいからな。しかも衣料品って購入頻度多くないから来店頻度が上がらないよね。それ以降提携などで補ってて、本格的に自前でやったのは90年代になってからだ。それでも中心は衣料品と、バブル崩壊以降景気が悪化して衣料品の売れ行きも悪化して長崎屋が一気に苦しくなった。逆に食品に強いイトーヨーカドーなどは成長を続けた。多角化とリスク分散が下手すぎませんか？最後に購買の弱体化。購買めっちゃ強いって言っとったじゃないですか。80年代に入るとスーパーが軒並み減益となった。え、バブルなのに？他店との競争が激化したと思われる。それで後八はこう考えた。そうだ、衣料品の値入れ率を4割から5割に引き上げよう。値入れ率って？例えば仕入れ500円のものに対して1000円で販売すると利益はいくらだ？500円だね。これで値入れ率が 50% ということ。つまり売上に対する仕入れ値の割合ってことね。例えば600円が原価であれば1000円で売っていたものを1200円で販売するということだ。それか原価を500円に下げなきゃいけないと。そういうこと。これ無茶苦茶じゃないですか？一部役員は反対したんだが、家電と違って比較しないからいけるやろ、と押し切った。結果は、バイヤーが苦労して探してきた有用な取引先は離れて残ったのは長崎屋がないと生きていけない弱小メーカーだけだった。最悪じゃん。さらにバイヤーがだんだんと育成できなくなった。なんでさ、長崎屋の強みだったじゃん。過去の経験とかで仕入れてうまくいってたんだが継続性がなかった。データをあまり活用しなかったらしくて、バイヤーが引退したり商品のライフサイクルが早まるとついていけなくなった。データより職人の勘に頼った結果で失敗とはロマンないな。あともう一つは後八という存在。そういえばこの人と自信はを信じてたんだよね。私の分析だが、後八は基本的に市場は拡大し続けるという前提だったんだと思う。ということはバブル崩壊したからその前提が崩れたの？あと後八は基本的に口下手で家庭を話さず、結果や指示だけしか言わず無駄なことを言わなかったらしい。それ部下は理解せず命令だけ聞くだけになるのでは？そのせいか人に任すのが苦手なんだと思う。だから自分で考えて行動してて独裁って言われてたみたいだ。世代交代時苦労するやつじゃん。これらの結果長崎屋はだんだん経営が苦しくなった。この先どうなるんだ？バブル崩壊してから岩田親子体制による多角化の失敗が顕在化。これらにより92年10月岩田親子は退陣、新たに生え抜きの社長とメインバンクである第一勧銀の元専務が会長に就任。責任取るの結構早かったね。それでリストラクチャリング、事業の再構築で資産売却をして負債を圧縮、八王子店、市場店などどんどんと売却して利益を作った。後八が買い進めた土地や建物を切り崩したのか。さらには平塚教育センターや本社ビルなども売却した。教育センターも？希望退職を募っている状態だからな。それだったら確かに教育センターは当分いらないな。さらにはコンビニ経営のサンクス&アソシエイツを108億円で売却した。さすがコンビニ、苦しい時に108億円で売れたのは大きいな。まあこの後サンクスは上場して売却されて、4年後には別会社に370億円で売却されたんだがな。わずか4年で3倍になってるじゃん。それで当時売却額が安すぎたと批判されたんだ。確かに結果だけ見ると失敗な気がする。これらでうまく規模を圧縮できたので、95、96年は単体でわずかながら経常黒字を確保できた。お、ようやく復活の匂いがしてきた。ここから得意な紳士スーツに絞って強化、販売員や広告費を増やして多めに商品を仕入れるなど攻めに転じた。今まで我慢してたからこっから反撃だね。結果は失敗、売り上げは目標に届かず、多めに仕入れた商品は売れ残り在庫処分となって、再び経常赤字に転落。うわぁ。それで全従業員の給与削減を含む処置をしてギリギリ黒字を確保した。給与を削減するってもう最終手段レベルでは？これらで長崎屋の強みだった優秀な人材が減って営業力も弱体化した。負のスパイラル。99年2月期では単体で経常黒字をわずかながら確保したが、101億円の最終赤字となった。のおー。ちなみに1月の業績予想よりも下回っていて、想定以上に落ち込んでいるのがわかる。もはや社内の人でも会社の状態を把握できてないんじゃ。業績の悪化もあり、社長は副社長に降格、新たに第一勧銀の元取締役を新社長に据える予定だった。
だった？予定していた人が病気で難しくなって急遽相談役に退く予定だった元会長が新会長社長を兼任することに。もうめちゃくちゃ。99年8月の中間決算でも107億円の損失を計上。あり、赤字が加速してませんか？ただ医療に強い長崎や、ここから書き入れ時の季節となる。そうか、冬物医療で取り返すのか。だったんだが99年10月にダイエーホークスが日本一になって優勝セールスを始めたので長崎屋の客を奪われた。このレクドーのせいかー。ということで長崎屋は崖っぷちに。やばい、ここで銀行についてだが。そうだよ、メインバンクが助けてくれよ。第一関銀がメインバンクで第二の大株主でもある。おう、お前ら長崎屋を助けろ。前から運転資金や新店舗オープンのための資金を供給してて融資残高は4年間で2倍に膨らんだ。すでにめっちゃ支援されてた。99年末あたりに長崎屋から債権放棄、借金減額を要請してきて営業利益は出せないという状態だ。お前だったらどうする？次は法廷で会おう。鬼か。それで長崎屋は銀行に見放された。当然の結果だな。株価はどんどんと落ちて外資との提携も進めたが折り合わず2000年2月13日に自主再建を断念。会社構成の適用を申請して破綻。負債総額は関連会社を含めて3800億円に上った。小売業だから負債がでかいな。それでこの後どうなったの？アメリカの債券投資ファンドのサーベラスグループが債券に名乗りを上げて2000年5月に公正手続きを開始、14店舗を閉鎖して食品を強化。やはり縮小と食品強化なんだね。一方で強みだった医療もより強化するため外部人材を導入して業態も変えた店もある。寂しいけど時代とともに変化させなきゃダメなんだね。あと家賃の引き下げ交渉を行い収益性を高めようとした。とにかくコストを削らなきゃ。まあ引き下げ交渉に失敗して撤退した店舗もあるんだがな。おお。あとは大型チェーンなど入れたんだが景気悪化でさらなるリストラを行い店舗閉鎖や希望退職者を募集した。やはりこの時代は厳しい。それでスポンサー予定だった人たちが債権者との交渉が失敗して結局京電グループがスポンサーに。債権もなかなかうまくいかないな。その後は犬木や海藻で売上拡大を目指したりドンキホーテをテナントとして導入して集客力がアップ。2006年厚生担保険を一括弁済して12年前倒しで会社構成手続きが完了。早すぎませんか？2007年にドンキホーテ、現在のパンパシフィックインターナショナルホールディングスが買収。長崎屋をドンキホーテに業態転換してほとんどの店舗で売上が大きく伸びるようになった。ドンキホーテのワクワク感は半端ないからな。それらは長崎屋が運営しているドンキホーテという扱いになってる。あ、法人としては長崎屋なのか。一方でドンキホーテがきついという年齢層が多くいる地域もある。ドンキホーテってパリピやドキュンが多いからな。偏見やめろ。それで長崎屋とドンキの複合店舗が存在してるなどあって最盛期200店以上あった長崎屋は現在では6店舗になった。3桁だったのがついに1桁に。ちなみにこの図には7店あるんだが帯広店は2023年7月で閉店した。さらに減ったのか。これが長崎屋だ。やはりバブル期の拡大で失敗したのか。バブル期に日本経済はどこまでも伸びると思ったんだろうな。借金して横にも縦にも拡大していた企業の多くが破綻している。やっぱ投資するタイミングは重要なんだな。一方で最後まで問題意識を持っていた食品への進出。最初の失敗もあって後八は自分の代で再進出を行わず次世代に託した。しかしその時にはバブル崩壊で時すでに遅しと。なので今回の教訓は問題点は早めに解決しようかな。その点私は完璧だね。お前小学生の時夏休みの宿題はどうしてた？手をつけず堂々とやってませんって言ってた。後回しじゃなくて捨てやがった。まあやらなきゃいけないのはすぐにやっちゃうね。宿題もすぐにやれ。ところでなぜこの動画を作ったの？最近スーパー系やってなかったし長崎やって今どうなってるのか気になって調べたんだ。という普通っぽい回答しといて本当の理由は長崎屋が嫌いとかだろ。というよりドンキホーテのドキュンネーム感が苦手です。陰気のおっさんか。事実だけどひどい。